はい、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ペストでございます。ドラクエ4ですね、続きやっていきましょう。で、今回はまあちょっとまだレベル不足なのは重々承知してるんですけど、デスパレスへのね、潜入イベントをちょっとやって、イベントをちょっと進めていきたいなと思います。変化の杖誰持ってるんだっけ。ああそうそう、いらないですね、全部入れとかないとね。ほぼほぼ使わない。ああ。トルネコさん持ってたか。あ、ちょうどいいね。魔物になりましたね。階段があって、覚えてないな。道内を進むとね、確か。おくぐっと回さないといけない。ああそうです、アームライオンさんがいるね。デスピサール様は最近とても忙しげに世界中を飛び回っておられるとね、人間どもを滅ぼし我ら魔族が世界を支配する日も近いであろうと。はい、ということでね、ああ戻っちゃった。まあいいや。話しかけなければいいだけの話なんで、まず小さなメダル。人間じゃダメ。声だ、いける。くんくん、おいしそうな人間の匂いがするぞと。牢屋から人間の匂いが流れてきたのかなと。太らないように走ってダイエットしたきゃ。とらわれてるんだね。祈りの指輪ね。まあ B1 はこの2つだけかな。おお、神よ、他の人はどうなっても構いません。何とぞ何とぞ私の命だけお救いください。アーメン。まあこの辺は変わらないんだろうね。はい、星のかけら。なさそうね。抜け道になってるんでね。で、さっきの商人さんみたいなところに出るのかな。やっぱりそうだね。あんたやこの城に忍び込んでよく食べられずに出てこれたねと。分かった、変化の杖で魔物に化けてたんだろう。ならの教えてあげよう。変化の杖っていうのは何にでも姿を変えられる魔法の杖だ。聞いた話じゃ、エンドール地方の王家の墓に眠ってるそうだよ。やっぱりそうかってね。あれ、これそうか、こっちにはまた別棟になるから行けないんだっけ。ああ、しかもなんかバリアになってるね。うん、まあとりあえず話しかけずに行けば。一瞬ごめん、壺の存在を忘れてロックしたんかと思った。これが上行く。あ、上しか行けないんだね。なんだと。では
エビルプリス様は本当にテスピエサロ様をゲバゲハゲハゲハか、どうやら今度ばかり本気のようだぞ。テスピサロ様の一番大切なものを奪うために愚かな人間どもを利用するのだそうだ。ゲハ、うん、この勢いではエビルプリスト様が我ら魔族の王となる日もいよいよ。ゲハゲハと、待って誰かいるようだぞと。なんだ、何のお話我らのしかし我ら魔族の帝王エスターク様は進化の究極を極めたと。しかしその存在をに恐れをなした天空の神によって帝王様は地の底に封じ込められたのだと。ほうほうほう。あれ他に行けるとこあったっけ。このお墓のとこに行きたいんだけどね、覚えてないなあ、そっか、こっちか。こんなとこで何をしておる、さっさと2階の会議室に行かぬかとね。早く行かんと会議に遅れてしまうぞーと。ここにあるは我らがデスピサル様の玉座であるとね。しかし最近デスピサル様をこの座から追いやろうとする不埒な者がいるという噂だと。お前たちはそのような輩の考えの持ち主ではあるまいなと。フラグが立ってますよねで、外出ると、ああ、そうだよね。で、ここから入るんだけど、そうそう。で、これどうしようかな。トラマナーないんだよね。ああ、あった。ありもうした知らん間に覚えてた。あれ入り口なかった。あー違う違う、ここから入るんだ。でメガンテの腕はと。マニアさん覚えてたね、びっくりした。あーここは多分ね袋小路だったんで一旦出ないといけないのか。やっぱりもう一人いたね。あ違う、骸骨のお化けだったとね。起こすんじゃねえよ眠いんだからってな。おい人間ってのは空も飛べないなんざ全く哀れな生き物だと思わんかと。もっとも昔は人間たちも気球点で空を飛んでいたらしいがなと。まあこれもね後ほどですね。でこっちを下がると、うん、こっちへ行けると。はいはいはい。で北西のあれどこだっけ、なんかある、あったよね。ああそうそう、ここここ。
どれかがミミックだった記憶が、でどれかが風神の盾だった記憶が、不思議の記憶、まあいいや、開けてこ、これかなミミック、あ違った、これ風神の盾でしょ、うん、ライアンさんしか、あ星のかけらってなんだっけ、でこれがミミックか、やっちゃいましょう、はい、うわー嘘、7の6で、13、あベギラゴン効いた、これでもう1009、姫様、はい、やっぱり食らっちゃったね、うん、これでねデスパレスで取れるもんは全て取った感じかな、邪魔邪魔邪魔急げや急げ、早く席に着かないとデスピサロ様がお見えになってしまうぞと、ずっと留守番だ、あ留守だったデスピサロ様が突然戻ってくるとは一体何があったのだろうと、お前の席は俺の後ろだ、皆に挨拶したら自分の席でおとなしくしてるよ、椅子にじっとしていたらそのうち デスピサル様もやってくるだろうと、うーむ、まさか殺したはずの勇者が生きていたのが分かったとか、いやそんなはずはないな、勇者はあの時確かに死んだはずだと、ついに進化の秘宝が完成したのかもしれないなと、これで全部かい、全部かい、この辺のマテリアは良かったんだっけ、あ来たね、静粛に、まもなくデスピサル様がいらっしゃる頃だぞ、あ、来た来た来た、なぜか横から登る、聞いてくれ諸君、たった今鉱山の町アッテムトで大変な事態が起こった、地獄の帝王エスタークが人間どもの手によって蘇ったらしいと、どうやら人間どもは気づかぬうちに地獄の世界を掘り当ててしまったらしいのだと、とにかくあってもとだ、エスターク帝王を何としても我が城にお迎えするのだ、さあ行くぞ諸君らも、あ諸君も急いでくれと、まあいろいろな音がありますよね、なるほどね。
テオ・エスターク様が予言通りついに復活した。いよいよ我ら魔族の時代がやってきたぞ。ジーンって感傷に浸ってるんですね。アッテムトに向かうのかと言われたんで、じゃあちょっととりあえずアッテムトに向かいましょう。ブライさんのリブラで、気をてもね、レベル不足なんだわ基本的に。まあビーツ、おー、なんかみんなバタバタ倒れてる。あれ、どっちだっけ？こっちだっけ？あれ、作戦何してたっけ？生きてる人がいた。ま、魔物だ、たくさんの魔物が攻めてきた、助けてくれね。あれ、こっちじゃないな、多分。あれ、バッチリ頑張れだけどね。まあ、ちょっと様子見てね。強そうだったら、ちょっと一旦戻りましょう。結構お亡くなりになられてる方が、お、増えてーら。あ、やっぱり死神が出てくるんだね。わー、助かったアリーナさん食らってた、やられてたかもしれない。クリフトさん上がりましたね。最大ヒットポイントが5、マジックパワーが3で、パラは9。お、ゾンビメイル。おお、また珍しいドロップが。これ入れときましょう。いや、クリフトさんより、うん、そういえばね、あのファミコン版のドラクエでし4でしたっけね、あの最後のあの小さなメダルの1枚がこのアッテムトの鉱山の中で調べるっていうのがね、なんか今思い出しました。すごい、全然聞かない。ああ、聞くときは聞くんだ。すげえなー、やっぱり。一応ね、目標レベル30らしいんですよね。だからこう、ああ、少なくとも5は足りてない。ああ、ドラゴンライダー、これ高圧ガスでしたっけ。
あ、そうそう、放熱ガスね、ごめんなさい。普通に4桁。あ、迷った。あ、こっち。覚えてないな。隣はリレミとあるから、上がんのか早い。あ、ペース上がりましたね。9の4、10の12でライデイン。うわ、2回攻撃だ。あ、いかん。脱出脱出。ミネアさんまだ、ああ覚えてた、よかった。はい、休憩休憩。ああ、はい、宿屋がやってない。あれ、こっちだっけ、違うよね。教会はあるけど、ああ、みんないないから。なんてこったい。ああ、にゃんこがてんてんてんってなっちゃうんか。しょうか。おじさんもいない。ではね、ちょっと休憩したところで、終わりましょうか。身が持たないね、本当に。祈りの指輪も、まあいいや。で、ブライさんのルーラで、あってもといったとこで終わりましょうか。はい、じゃあここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。